上場直前に売ってるんですよね。いや、上場後に売ってます。どういう理由で、なぜこのタイミングでっていうところも、積極的な投資も今度はできる、お互いにとってすごくハッピーなディールだな、うん、次 PSR ですね。株価売上高倍率、これ25倍ぐらいですよね今。そうですね、直近ちょっと下がってきてますけど、はい、まだそれでも評価されてるのかなとは思ってはいますけど、はい、やっぱ SaaS 系ってなんかバリエーション結構高くつくイメージなんですけど、ご自身ではどうですか、やっぱその辺どうお考えですか。そうですね、やはりその我々ってバーティカルサースっていうところで、日本の企業の中でもバーティカルサースって本当に少ないと思ってるんですね。うんうん、まあ、インフォマートさんとか、うんうん、すごい少ない。であとはその建設 DX っていうところで、建設業界ってすごいタムがめちゃくちゃ大きいんですよね。うんうん、例えば、まあ、今後の建物が建っていくとか道路工事とかの、まあ、予算としてもうずっと横ばいで60何兆円っていう規模で建設業界自体は進んでいくと、うん、で当然これからその少子高齢化になっていくというところとか、あとは法改正があって働き方改革関連法案っていうのが建設業だけペンディングされてたのが、2024年からは建設業界も完全週休2日制にしなさいよというのがあるわけなんですよ。うんうんうん、で、というのがある中で、人も足りてない、生産性も、まあ、建設業界で非常に低い業界、その中で IT 化していくっていうこの必然性ってめちゃくちゃあると。そうすると IT 投資額っていうのも今まで以上にぐんぐん伸びていくだろうっていうところがあって、うん、そういったところをこう俯瞰して見てる方からすると、我々のやってるビジネスっていうのが今後どれくらい成長するんだろうみたいなところは、そこが期待になってるんじゃないかなっていうのはすごく感じてますね。なるほどね。マーケット環境だと状況、市場環境だったり、その法改正も含めてっていうことですね。そうですね。これもちょっと聞きたいのが、どのタイミングから上場を目指そうと思ったんですか。社歴でいうと多分1997年とか4年でしたっけ。97年ですね。97年ですよね、はい、その上場準備するにあたって大変だったことってあると思うんですよ。社歴が長ければ長いほどなんか大変なイメージなんですけど、はい、うんうんうん、そのあたりどうでした。そうですね、本格的に上場これはもう絶対できるっていうような感覚になったっていうのは、上場する4年前から、まあ、一つの理由としては増資をしたっていうところがまずあって、増資をするからにはこれ絶対上場するよね、しなきゃダメだよねっていうようなところと、あとは実際その4年前ぐらいからぐんぐんユーザーが増えていったっていうところがあって、自分自身でもすごく手応えを感じていたと。でこの3年4年後には上場ができるだろうっていうところで、自分たちの中でもこう事業計画を立てていって、上場する時にはこれぐらいのお客さんの数になってるだろうっていうところも含めて、このタイミングからじゃあ証券会社主幹事 と、うん、あとは監査法人を入れてやっていきましょうっていう形で上場準備スタートして、ちょうど4年で上場したっていう感じですね。それはスケジュール通りでした。1年遅れました。その1年遅れた時のマインドとか、その社員のモチベーションとか、なんかいろいろなんか下がるような気がするんですけど、実際どうだったんですか。あ、でもマインド的には全然変わらなかったですね。逆に1年早く上場してたらこんな時価総額絶対ついてなかったろうっていうようなところがあるので、うん、まあ、そこで言うとそのマインド的には全然もっと上の時価総額目指していきましょうみたいなぐらいだったので、逆にね、はい、伸びてるし、はい、はい、うん、でそこまで絶対に3年後じゃなきゃいけないっていうところもなかったんで、そこは大丈夫でしたね。何が一番辛かったですか。そうですね、一番最初にやっぱりきつかったのは監査法人入って、うち社歴が長かったんで、いろいろとこう直さなきゃいけないところがめちゃくちゃ多かったんですよ。その整理をまずするっていうところがものすごい大変だったっていうのがまず最初ですね。まあ、不良在庫であったりとか、そういったところを全部きれいにしなきゃいけないですよねとか、まあ、そういうところは結構しんどいなっていうのがあったと。でその後はやはりその CFO とかなかなか見つからない問題とか、まあ、これ結構皆さんあると思うんですけど、あとはそのいろいろマネジメントをやっていく上で足りないメンバーがいっぱいいたんで、そのメンバーをこう集めていくというか、信頼できる仲間を集めるっていうところが次に苦労したところ。でその後はやっぱりこう証券会社対応ですよね、審査対応であったりとか、もうその辺はもう本当にヘビー級に辛くて。ヘビー級に辛い。いやもう辛かったですね本当に。もうどんだけ質問返してもまた別の質問が飛んでくるみたいな。
はい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 、なんかちょっとあの言い方悪いんですけど、重箱の隅をめちゃめちゃついてくるみたいな質問とかもめちゃめちゃあって、はいはいはい、であとは、はい、あの意外と今あの東証さんの審査も厳しいんですよ、うんうん、ものすごい質問の、まあ、雨あられで、うんうん、なんならちょっと証券会社さんよりも東証さんの方が怖いなと思ったくらいですなるほどね上場して何が変わりました？そうですね、上場してやっぱり変わったことって社会的な信用というか、まあ、例えばその今までお付き合いできなかったようなゼネコンさんサブコンさんも上場したことによってやっぱりこう信頼を得て取引してくれるっていうのもありますし、あとはそのいろんなメディアに出ることによってかなり問い合わせも増えたっていうところがあると、うん、であとはやっぱり人材の獲得っていうところが今までともう格段に変わりました、うん、そんな変わるんだ。全然応募者の数が10倍ぐらいになったんじゃないかなっていうぐらい変わって、はい、そんなにすか。もう全然変わりました。名前は出せないですけど本当にイケてる IT 企業の会社さんからエンジニアがうちの会社でちょっと興味あるっていうので来てくれたりとか。伊藤さん、伊藤さん、御社もイケてる IT 企業ですから。ありがとうございますいやもう十分ですよ、はい、そらそらそうですよ、はい、本当にそういった部分でいいメンバーがすごく増えてるんで、やっぱりその分こう成長戦略っていうところも今まで以上にポジティブに考えられるようになったっていうところありますよね。なるほどなるほど。あの求人はでもとはいえ絶賛募集中なんですよね今。もうガンガン募集して、もう全てのところで募集してるんで、はい、もうこの番組見ていただいてる方興味あればもうどしどし応募していただきたいです。なるほど、まあ、絶賛あの募集中ということで、じゃあ次は M&A もやられてますもんね。上場直前に売ってるんですよね。いや、上場後に売ってます。あ、上場後に売ってるんだ、はいはいはい、一応ですね、まだ譲渡はしてないんですけれども、うちの決算12月決算なので来年の期の始まりから譲渡するっていう形ですね。なるほど。それはどういう理由で、あ、なぜこのタイミングでっていうところもちょっと教えてほしいです。やっぱりこう選択と集中っていうところが一番大きくて、エンジニアリング事業ってまあいわゆる断熱工事なんですけれども、我々やはりそこにリソースを割くというよりは SaaS 企業として成長を求められているっていうところの観点があると思っていると、うんうんうん、ただ一方でその素業であるエンジニアリング事業部の売上もやっぱり自分としては伸ばしたいっていうのは本音なんですよね、うん、ただそれをやれる状況ではないっていうのが実際のところで、ただそれが今後フェードアウトしていくっていうのはすごい悲しい話だなっていうのがあって、確かにでその、まあ、当然そこで働いてるメンバーもいるわけですから、でその中でアマセルさんの方から本当に素晴らしくいいタイミングでお声掛けいただいて、そうすることによって私自身がまあ作った会社がアマセル社に行くことによって成長できるんですよね。彼らも当然そこの事業を伸ばしたいっていうところはあるわけであって、でそうすると我々は選択と集中ができる、であのエンジニアリング事業で働いているメンバーは今まで売上が伸ばすことがなかなか難しくてリソースもなかなかこう獲得できなかったっていうところに対して積極的な投資も今度はできる、なのでお互いにとってすごくハッピーなディールだなっていうところで今回その譲渡を決めたと。なるほどなるほど、はい、これね今簡単なように聞こえますけどこれ難しいですよね。譲渡を決めることは簡単、でもその後その会社がメンバーが事業がちゃんと成長している土壌なのかどうかを考えて、そこまで考えて MA する人って意外に少ないような気がするんで、あとこれも聞きたいんですけど、はい、今後その成長戦略多分描かれている中で M&A っていうのは予定されてるんですか？あの具体的に今どこの会社をっていうのはないんですけれども、まあ、やっぱりこう我々が持っていないようなそのプロダクトの技術を持っている会社で我々が MA をすることによって大きなシナジーを得られるような会社であったりとか、あとその海外でも一緒に組んでやっていけるとか、そういったあの海外の企業にも興味ありますね。具体的にエリアでいうとどのあたりとか？やっぱりあの我々東南アジアをまず進出狙っているので、東南アジアで、うん、我々と似たような仕事ビジネスをやってるような会社さんとか、うん、まあ、そういったところと、まあ、まずアライアンスから始まるのか、もう本当に MA の話になるのかっていうところはあるとは思うんですけど、まあ、そういったところをちょっと狙っていきたいなっていうのは考えます。なるほど。じゃあ東南アジアとかでコネクションがあって一緒に業務提携とかできるところがあればそこも連絡いただきたいですよ。そうですね、はい、わかりました。伊藤社長、いろいろあのお話ありがとうございます。で今後についてなんですけど、どういうふうにこう成長戦略描かれてるんですか？
そこで言いますと、今年ですね、我々の会社新規の契約者数が 50% 超の成長で伸びていると、増えている。で、我々ってその NRR っていうところの指標をかなり意識していて、 NRR NRR ですね、NRR の部分でどれくらいまでやっぱそのパーセント伸ばせるかっていうところで考えたときに、今年のこの獲得した顧客お客様っていうのが、例えば 5ID でスタートしましたとか 10ID でスタートしましたっていうようなお客さんが、来年再来年にかけて 100ID になります、 200ID になります、 300ID になりますっていう、このところが我々の成長の一番の起爆剤になるんですね。それでいうと、今年こんだけ獲得をしたっていうところで、来期にこのお客様たちにどれくらいペネトレーションできるかっていうところが、我々にとってすごく大きなポイントになるんじゃないかなと。なるほど。はい。で、種まきは一通り終わったけれども、それがどんどん伸びてくるのが来年だろうということですね。そうです。我々大体契約した企業さんで、そこの会社さんのトップラインというか、例えば1000名いる会社さんの中でスパイダープラスを使うであろう現場監督さんが700人いますと仮にしたときに、大体 2,3 年かかるんですよ、そこまで行くの。うん。で、それでいうと、今年獲得したお客様の2年後の姿っていうのを想像すると、これすごい数の ID になってるよねっていうところが、まあ、我々の中ではすごく楽しみなところであって、なるほど。サブコンマスターですね。いや、もう完全にもそこはもう我々はもう絶対この座は誰にも渡さないというところで、誰にも渡さない。はい。まあ、あとはサブコンさんだけじゃなく、ゼネコンさんもいろいろと契約いただいているので、ゼネコンさんにも当然寄与していく、させていくっていうのは、もうこれはもう当たり前であって、であとはまあ当然来年も再来年も新規のお客様っていうのも当然獲得していくので、これも無限ループでやっていくっていう、で、日本をもう取り尽くすっていうところをやらなければいけないっていうところですね。やらなければいけないってことですね。やらなければいけないです。いや、力強い。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ今回はですね、伊藤社長に来ていただきました。皆さん参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録マストでお願いします。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。M&A バンクノートもやっております。ぜひ皆さん概要欄にあるページをチェックしてみてください。あまり YouTube では言えないことだったりですね、そういう内容をこちらではまとめて販売しております。500円から買えますので、ね、ぜひ皆さんチェックください。